今回の機材です。歩き撮りは、ソニーのアクションカム FDR-X3000 です。今回初めてウィンドジャマーというものをつけてみました。とりあえず輪ゴムで固定しただけという感じですね。この日は風が吹いてましたが効果はあったようです。それからこれにソニーのシューティンググリップ GP-VPT1 をつけてます。これは、三脚にもなって畳むとグリップになります。で、ここに録画ボタンがありますので片手でですねスタートストップできる。スチルはソニーの α6300 にツアイストゥイットの 32mm という組み合わせです。この組み合わせですと手ブレ補正が効かない。北浦エアーズは LED 照明ではないので光が柔らかくレンズフレアも良い感じに映りました。